すごくパワーオン率にこだわっていて、自信も少しは持ってるんですけど、それがミスの原因だったので、もっとシンプルに考えるようにしました。決めた振り幅で緩まずに振り抜くっていうところに意識してます。前回に引き続き、24時間営業で都内で複数店舗を構えるラウンジ9の青山パーク9店からお届けします。じゃあ続いていきましょう。続いて、はい、甘世界ナンバーワン、これもね、世界アマチュアランキングで2020年ですか、はい、1位になった、はい、これはターゲットで1位になりたいっていう目標をもちろん持ってたんですか。はい、大学に入って、うん、1年生の時に部活の部員の前で挨拶することがあるんですけど、そこで言った目標が、大学在籍中に世界アマチュアランキング1位になってアジアアマを優勝したいですっていう目標を言ったので、そこにはすごくこだわりを持ってました。本当、はい、その影響っていうのはやっぱり松山英樹がナンバーワンになって、うんうん、まあ、金田君もナンバーワンになったっていうことが、またエネルギーにはあったってことですよね。はい、なりましたし、金田さんが1位として、うん、ツアー優勝された時も、うん、ジョーンズコーチから英語で、うんうん、Who is next? みたいなラインが来て、おー、なるほどね、すごい気持ちが上がったので、うんうん、モチベーションになりました。でも Who is next? って、ね、でもそれが2020年で、いわゆる史上最年、日本人の史上最年少で世界1位になったんだよね。そうですね。そうです。それは自分で思った時より早かったですか。早かったですね。早かったですし、めちゃくちゃ嬉しかったですね。まあ、でもね、啓太は気持ちは強いし、先輩方にやっぱりこう勝っていった強い選手いるから、また自分の背中をこう支えてくれる感じもいたし、いいチームがいたからね。いや本当に、あの、若手というか、その中島啓太プロのこの周辺、男女含めて皆さん活躍してるじゃないですか、うん、はい、そのあたりはどうご覧になってますか。まあ、女子も本当にすごい活躍されてますし、ナショナルチームで一緒だった選手がすごいトーナメントでも優勝されてて、男子でも蝉川泰果選手が日本オープンもアマチュアで優勝しましたし、本当にたくさん活躍している選手がいるなっていうふうに思ってます。なんか川本選手みたいに、ちょっともうすごい悔しい、その、ね、この相手が勝つとことに対しては悔しいと思うのか、よし俺もと思うのか、なんかどういう感じですか。まあ、もちろん悔しさはありますけど、みんなでこう優勝争いして、もちろん僕が一番勝ちたいですけど、まあ、その中でも仲間を応援するっていう気持ちはナショナルチームで教わったので、それは忘れずに、これからもやっていきたいと思ってます。今ね、お話の中でナショナルチーム で教わったって言いますけど、ナショナルチームって今どういう練習というか、どういうものを教わったんですか。僕はもう7年間在籍していて、まず練習の仕方を教えていただいて、基本的にスイングだったりとかっていうのはシーズン中は全くなしで、ゲームプランだったりとか大会に向けての準備とか、練習量っていうよりはそっちの自分のデータを分析したりとか、細かいところですけど、そういうところをたくさん勉強しました。なるほど、自分で気づかないところ、ただ打つだけじゃないところのプラス、何をやったら良くなるってことは多分ガルスが多分よく分かっていて、そこをこうみんなで共有しながら教えていったってことなんでしょうね、はい、中島啓太としての1日のリズムとかサイクルっていうのを決めたりなんかあるんですか。はい、僕は基本的に午前中にトレーニングも練習も全て終わらせるっていう、普通に早起きしてしまうので、トレーニングも朝して、練習ももう昼ぐらいにして、午後は自由ですね、友達とどっか行ったりとか、そういうものは家族と過ごしたりとか、他のスポーツしたりとかして、午前中はゴルフにも集中するんですけど、午後は基本的にオフで過ごしています。なるほど、じゃあ練習はもうきっちり決めたものを午前中やりきって、はい、あとは次の日のためのエネルギーをまた貯めるんですね。そうですね。それはいつからなんですか。もともと練習量が多くない
多くなかったので、うん、そういうやり方をしていて、うん、今でもそれが続いている感じですかね、うんうん、まあ、多くないって言っても皆さん勘違いですよね。いやいや、ちゃんとやってますから、ね、やっててだらだら長くっていうよりも、はい、それは決めた量をしっかりやりきる、ね、じゃなきゃこんなにならないですから、うん、ならないですね。練習がね、こう自分でそんな多くないって言いますけど、うん、ショットのクオリティが高いっていうふうにすごく昔から思ってるんですね、はい、アイアンのそのグリーンを捉えるそのパーオン率、はい、グリーンヒットっていうのはね、まあ、今シーズンやってる中で途中自分とか3位なのかな、あ5位か、5位の現在ですけど、まあ、いわゆるトップ5だったりその上にいたりと安定してそこにいる感じなんですが、はい、アイアンに対するこだわりだったりとか自信っていうのはどういう感じですか。すごくパーオン率にこだわっていて、なるほどね、自信も少しは持ってるんですけど、うん、とにかくシンプルにアイアンは打つっていうことだけ考えてます、うん、あのさ、シンプルに打つっていうのは難しくて、はい、ゴルフコースって傾斜だったり風だったり、うん、距離だったり、うん、ピンの位置だったり何かやりたくなる要素って結構出てくるじゃない、はい、この場合にはどういうチョイスにするの。僕がやめてよかったなって思うのが、うん、例えばちょっと右からアゲンストが吹いてるから、うん、低い左からカットを打ったりとか、うんうんうん、ちょっと難しいじゃないですか、うん、そういうことをやめて、うん、右からアゲンストの150ヤードだったら、うん、155ヤードをまっすぐ打つとか、うん、数字でちゃんと分かるように感覚だけじゃなくてシンプルになったので、うん、そういう考え方をしてからパフォーマンスは増えてると思います、うん、なるほど。そうするとミスの率が減るってことだよね、はい、やろうと思ったらやりすぎちゃったとか、はい、それがミスの原因だったのでもっとシンプルに考えるようにしました。この例えばフェードとかドローとかっていうのは結構こう練習では やるんですか。練習では、はい、もちろんやります。結構じゃ球いじくることも結構練習でしてるから、やらなくちゃいけないときはもちろん使ってくる。はい、やります。なるほどね。さあ今回はですね、中島さんアイアン8番アイアンのスイングについて、はい、アイアンをね、どうやって打ってるかお話を聞いていきたいんですが、はい、まあ、ドライバーと違ってアイアンでスイングの求めるものっていうのは基本的に似てると思うんですけども、はい、またプラス何かその距離感を含めたり含めてアイアンって重要だと思うんですが、どの辺意識して練習したりしてるんでしょうか。はい、アイアンはまず飛ばすクラブではないので、うん、しっかりこう緩まずにフィニッシュまでバランスよく振り抜くっていうところに集中してます、うん、じゃあ基本的にはドライバーというように腹筋だったりどこのポイントってのは同じなんですか。はい、そこは同じで振るようには。あと特にアイアン気をつけてるのはじゃあバランスですか。アイアンはバランスよく振り抜くことと、あとは球筋にちょっとドローフェードがあるので、うんうん、そこだけちょっと変えながら。なるほど。ちょっとじゃあアイアンのいいですか、そこで構えていただいて、はい、アイアンはもちろんドライバーより短いですし、いわゆるその何ヤード飛ばしたいとか、うん、どういう球を打ちたいっていうのがドライバー以上に明確になるのがアイアンではないですか。はい、っていうことはこの自分の今いる現状の距離だったり風だったり環境を意識してスイングって考えますよね、はい、だからお話聞く中ではあんまり細かいことをこうやらないで、はい、プラス何ヤードどうとかっていうことは対応しようとはしてるって言ったんですけども、はい、基本的なベースのスイング一度見せていただいていいですか。はい、承知しました。そうですね、アイアンは決めた振り幅で、うん、例えばここからここまでとか、うん、そういう振り方を、うん、振り幅を決めて、うん、なるほど、打つようにバックスイングが一番上がっているところからフィニッシュまで行くときもありますし、ここからここまでっていう幅を決めて打つことも多いので、じゃあ極端に言ったらアプローチの延長の感じですね。そうです ね決めた振り幅で緩まずに振り抜くっていうところに、うんうん、緩ませるってことがダメなことなんですね。緩ませるのが一番良くないかなと思います。うーん、なるほど。ドライバーだと、まあ、ある程度大きいから大きいところ行きますよね、はい、例えばそれがちょっとハーフスイングに近くなってきた場合は、はい、ここの感覚ってどこに行くんですか。ここに乗らないでやっぱ間に合っちゃう時もあるので、なるほど、腹筋はしっかり力入れながら、基本はここに入れながら、はい、ここはフルスイングの時っていうことなんですね。なるほど。そうすると3番目のここの感覚はまた変わるんですか、うん、ダウンスイングの感覚は。意識はもちろん入れてますけど、ちょっと、やっぱり減るぐらいありますね。じゃあ大事なのはここと緩ませないで振り幅をどう打つかっていうスイングになる、うん、はい、なるほど。ちょっとじゃあその自分の中の振り幅を意識ある程度したスイングをちょっと見せてもらっていいですか。これも軽くなぞるスイングで結構です、はい、それでボールのポジションって8番ってどの辺なんですかね。真ん中より少し左側にはあると思います、っていうのが基準ですね。はい、見ていて確かに緩ませるっていうことはなく、この最初のここの手の体の幅、うん、ここからずれない中でこう触れてる感じがすごく今の中で見えるね、うん、あれ、あ
そうするとこの入射角って変わりにくいじゃない、はい、こうずれるとこ安定するので、うんうん、球の高さとかが安定しやすいかなと思います、うんうん、ラフの時とか、まあ、フライヤーで距離稼げる、はい、うんっていう場合は特殊な打ち方するんですか、それとも番手を下げて打つんですか。フライヤーは僕少しちょっと、うん、難しいんですけど、ね、うん、上にフライヤーをさせるように意識はして、うん、前に行かしちゃうと、うん、どこまででも飛んでいってしまうような感じがあるので、うん、でも165ヤード普段打つんですけど、うん、170ヤードのラフだったら8番で上にこうボールを、まあ、勝ち上げるというか、うん、ここに飛ぶのは上に飛ばして、はい、上から落とすっていう、うん、距離をここで稼ぐってことだよね。上にフライヤーをさせるような打ち方は変わるんですか。やっぱりちょっと右手をすくうというか、ちょっと見て、はい、どんな感覚だけど、ここではね実際ラフと違うんだ、あの、はい、構えだったりとか、例えばフェースアングル、それはまあいじらない。少しボールを左に置いて、うん、やっぱりボールを高く上げるので、うんうん、ちょっと体重も右になって、うんうんうん、ちょっと打ちます、ね、要は上に上げて、上に上げてで行くっていうのが基本スタンス、はい、これはどうですかラフは。それは、まあ、日本の芝ってフライヤーがものすごく飛ぶじゃないですか、はい、この辺の強弱がものすごく難しいですよね。難しいと思うんですけど、やっぱり前に行かせるよりは上に行かせた方がミスもちょっとミスになりにくいというか、うん、パーセーブしやすいミスになると思うので、うん、風っていうのはあんまりこう自分の中では風が強め、はい、ストレートのアゲンストの時は、はい、打ち方を同じするのか球の位置をいじるのか、どうその番手を1個大きく持ってフルスイングするのか、どっちかですか。風がある日はフルショットほとんど僕はしなくて、うん、しない。グリップもちょっと短く、うん、短く持つんですけど、まあ、スピン量をちょっと抑えながら、うん、振り幅は本当にちっちゃくして、うん、風の中をコントロールするように、うん、距離が落ちる分はじゃあ短くしたら番手1個上げるようにするってことですか。はい、上げて球はまあ基本低くなってるんですけど、風の日は全部それで攻めるようにしてます。短く持って低めにっていうのはどこまで、フィニッシュの幅もやっぱりバックスイングとフォロー同じとこまで持っていくんですか。そうですね、風の日は僕優しく打って、うん、優しく飛ばすような回転を少し減らすってことですね。少しちょっとボールのポジションはやっぱりちょっとやっぱ右に寄るんですよね。はい、少し右に置いて、うん、また入射角が強くなりすぎないように、うん、ゆっくり長く振る感じです、ね、なるほど。僕もこれが打ちたいですこれが本当に成功法なんですね、はい、やっぱり入射角あんまり上から入れすぎて、うん、せっかく低く出したつもりがこうなっちゃうからね、うん、なるほどね。の深掘りレッスン、このコーナーではゲストに実践していただいたテクニックを深掘りさんにより詳しく解説していただきます。深掘りさん、今回のポイントは、はい、今回のポイントはアイアンでの振り幅についてお話しいただきます、はい、中島選手はアイアン、もちろんスイングはドライバーと基本的には同じ方向なんですけども、うん、アイアンというのは距離を重要にする、うん、縦の距離横の距離、うんという状況によってあるんですが、緩ますっていうことはとても嫌いだ、ミスにとっては一番良くないってことだったので、うん、上げたとこから振るとこを決めたらそこまでをしっかり緩まないで振るっていうのを大事にしてます。インパクトポイントで合わせるんではなくて、うん、要は最初の折り返し点ゴール地点っていうのを決めたとこに上げたら、ここからこのまではしっかり振るっていうことが大事、うん、そしてやはり気にされてるのはやっぱ少し体幹には力入れる、うん、この時にドライバーと違ってバックスイングで右の股関節に入れるっていう感じはあまり持ってないです。これはなぜやらないか、はい、ドライバーはやはり大きな遠心力を生むためにトップスイングっていうのはある程度大きなところが必要になります。アイアンはそれではなくてターゲットに対する距離ですので、意識は体幹と振り幅っていうことになっています。じゃあ一つ打ってみます。体幹、そしてうん、体幹と上げたところとフィニッシュまでが緩まないで振り切るということをいつも練習しているということですね、はい、でそこで距離をしっかり作っていく、はい、
緩ませる、点で捉えるってことはやりたくないっていうのが彼のスイングスタイルです。はい、はい、分かりました。ありがとうございました。はい、ロフトを一番僕は気にしてます。まあ、優しさを含めてロングアイアンは少しキャビティのヘッドにしてます。アプローチもできますし何でもできる56度が僕は大好きです。クロスハンドにした理由は左手の甲でフェース面をこう合わせてる感じなので